皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは近鉄の名古屋駅、近鉄名古屋でございます。今回はこの特急のアーバンライナーに乗って大阪難波まで向かいたいと思います。アーバンライナーは2種類あって、アーバンライナープラスとネクストがありますが、今回はプラスの方となります。難波行きの表示、プラスの方が確かネクストよりも古い型だったと思います。今回は1号車デラックスシートに乗車。こちら後方展望が拝められるんですけども、夜遅いので今回は、見ないことにいたします。2プラス1の、配列、ゆったりとした座席が、並んでおります。デラックスシートは普通指定席よりも、ちょっとお金をかければ乗れる JR でいうグリーン車的な扱いです。このようにフットレストなどもついており、背面テーブルはついていなくとも横には、肘掛けから、テーブルが出せるんですが、このようにして広々と使えるテーブルが収納されております。リクライニングや読書灯などのボタンは電動付きとなっております。19時30分、近鉄名古屋駅を出発。この特急電車はオツ特急と呼ばれる停車駅パターンがかなり多い特急電車です。火の鳥だと2時間で大阪難波まで連れてってくれますが、この特急電車は2時間と20分をかけて大阪難波まで向かいます。今回はのんびりとゆったりとしたデラックスシートで近鉄名古屋から大阪難波のフル乗車をしていきたいと思います。名古屋を出てすぐ110キロから120キロほどのスピードを出して走行中。かなり速いです。さすがはアーバンライナー、素晴らしい速さでございますが、停車駅が多いのでその分時間がかかってしまいます。
三重県一の大都会四日市駅に停車いたします。火の鳥は停車いたしませんが、実はここ三重県の中で一番大きな町なんです。三重県の県庁所在地は津なんですけれども、津じゃなくてこの四日市が実は三重県の中で一番大きい。あまり知られてないのかもしれませんけれども、実はそうなんですよ。四日市といえば郊外四日市ぜんそくというものが、ありましたが、四日市ではそういった、ね、郊外などを学べるような、資料館みたいなのもあるそうで、そちらに行ってみたいなと前々から思ってるんですけれども、なかなかまず三重県に訪れることがなくてですね、いつか三重県を一日遊び尽くすような、旅がしたいななどと思っています。さあ、こちらは伊勢中川駅です。駅ではないじゃんって思うかもしれないですけれども、ここは近鉄の短絡線を通っております。一応伊勢中川駅の、範囲内ということになっておりまして、扱いは一応駅構内という扱いでして、通過ということになっております。あちらの向こう側にキラキラしているところが駅なんですけれども、だいぶ離れた場所、それでも一応駅の敷地内ということになっているらしいです。伊勢中川駅を通過。列車は奈良県の大和八木駅に到着。ここでは近鉄橿原線、そして京都線への連絡駅となっております。ここで乗り換えれば、近鉄京都線に乗り入れて京都まで向かうことができます。それなりに大きな駅となっております。大和八木駅を出発です。焼肉の町鶴橋を出発。もう大阪府内に入っております。大阪南部までもう少しです。この先近く管内に入りますので、タバコが吸えなくなるという放送が流れました。なんとも緊張するらしい放送です。まもなく大阪ナンバーに
着します。この電車はこの駅までです。尼崎、神戸三宮方面と地下鉄線南海電車はお乗り換えです。近鉄特急アーバンライナーをご利用いただきましてありがとうございました。近鉄名古屋から2時間と20分、終点の大阪難波に到着です。あっという間の2時間20分でした。デラックスシートが本当に素晴らしく快適でした。この列車はお客さんを降ろした後すぐに出発。この後ろにね、快速電車だか普通電車だかわからないですけども、普通に列車がね、迫ってきているので、こんなところでは長時間停車できません。すぐさま奥に引っ込んでいきました。ということで、今回は、近鉄名古屋から大阪難波まで、オス特急、アバンライナーのデラックスシートに乗って、大阪までやってきたという動画でした。この動画はここまでです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。